ゲンジボタルは、甲虫目ホタル化に分類されるホタルの一種である。成虫の体長は15ミリメートル前後で、日本産ホタル類の中では、大型の種類である。複眼が丸くて大きい。体色は黒色だが、全胸部の左右がピンク色で、中央に十字架形の黒い模様があり、学名のクルージアータはここに由来する。また、ビブには淡い黄緑色の発光器官がある。 オスとメスを比較すると、メスの方が体が大きい。また、オスは第6複節と第7複節が発行するが、メスは第6複節だけが発行する。日本でホタルといえばこの種類を指すことが多く、最も親しまれているホタルである。成虫は夜に活動するが、発酵によって他の個体と通信を図り、であったオスとメスは交尾を行う。 交尾を終えたメスは、川岸の木や石に生えた苔の中に産卵する。卵は初め紅白色だが、やがて黒ずんでくる。卵の中で発生が進むと、卵の中で幼虫が発酵を始める。夏になると幼虫が孵化する。幼虫は、肺褐色の芋虫のような外見で、親とは似つかないが、すでにビブに発酵器官を備えている。幼虫はすぐに、川の中へ入り、 清流の流れの緩いところで川ナを捕食しながら成長する。川ナを発見すると軟体部に噛みつき消化液を分泌して肉を溶かしながら食べてしまう。秋、冬を経て翌年の春になる頃には幼虫は体長2から3センチメートルほどに成長し、成虫よりも大きくなる。春になって十分に成長した幼虫は雨の日の夜に川岸に上陸する。 川岸の柔らかい土に潜り込み、周囲の泥を固めて眉を作り、その中でさなぎになる。さなぎは初はめ紅白色だが、やがて皮膚越しに、成虫の黒い体が浮かび上がるようになり、発酵も始まる。成虫は5月から6月にかけて発生する。夜に活動するが、昼は深い草陰で休んでいる。成虫になると水分を摂取するのみで、活動や産卵は、 幼虫時代にとった栄養分で行う。成虫の期間は2から3週間ほどしかない。越冬した幼虫日本固有種で本州、四国、九州と周囲の島に分布し、水がきれいな川に生息する。環境省カテゴリーは指標昆虫である。成虫は通常5月から7月にかけて発生。ただし地方によって差はあり。 長野県の志賀高原では10月から11月にも見られる。オスは川の上空を飛び回りながら、メスは川辺の草の上などに止まって発光する。また、発光のパターンは西日本と東日本で違い、西日本の方が発光のテンポが早い。これらの分布は、ホッサマグナ生園地帯が境となっているが、この地域には中間型も見られる。現段階では、 このような発光周期の差がなぜ生じたかはっきりしていない。平家打倒の夢破れ、無念の最後を遂げた、源頼政の思いが夜空に高く飛び舞う蛍に、例えられた。平家に敗れた、源頼政が、亡霊になり蛍となって戦うという伝説があり、源氏蛍タルの名前もここに由来している。また、腹部が発光することを、 源氏物語の主役光る原始にかけたことが由来という説もあり、こちらの場合は、聖は源氏とは関係はない。より小型の別種のホタルが、最終的に、原平合戦に勝利した聖は源氏と対比する意味で、平家ボタルと名付けられたという説もある。源氏ボタルの群れの発行。山口県下関市にて、夜に川辺で発行する源氏ボタルは、 初夏の冬物詩として人気が高く、各地にホタルの名所と言われる場所があるが、現在では生息域が各地で狭まっている。もちろん川の汚染により、幼虫や川に名が生存できなくなることが主な要因の一つだが、他にも川岸を護岸で覆ってしまうと幼虫がさなぎになれないし、成虫が活動する夜に車のライトや街灯を点灯させるとホタルの活動の妨げとなる。 そのため、都会でホタルを話して楽しんだり、地方でもホタルの人工飼育を行い、発生の少なくなった名所に話すというようなことが行われたこともあった。そのため、人工飼育の技術は現在ではかなり確立されたものになっている。現在では自然保護の思想の普及もあって、河川の浄化や自然の回復を目指す中で、現地ホタルの保護や定着の試みが 日本各地で行われている。しかし、前述のように、水質の浄化だけではなく、親が産卵し、幼虫が8日のために上陸する岸辺、休息するための河川周辺の環境までの整備が不可欠である。また、餌となる川になはもちろん、各成長段階に対応した環境が必要である。しかしながら、ホタルは、成虫の期間が短く、その生活範囲も狭いので、 水中と岸辺までの整備ができれば、ホタルの定着はそれほど困難ではない。むしろ、ホタルが定着したことで河川を含む環境が良くなったと考えるのは必ずしも十分ではないとも言える。例えばトンボ類であれば、成虫が河川周辺の広い範囲を飛び回り、そこで餌を食べ、種によっては縄張りを作るなど様々な行動をする必要があるため、 はるかに広い範囲の自然環境を必要とする。源氏ボタルは、その発酵の強さや、気象の優雅さなどから、日本のホタル類の中でも人目を引きやすい。そのため、観光や自然回復をアピールする目的で、しばしば他地域から人為的に移入されてきた。源氏ボタルは一種であり、種より、貝の亜種には分けられていないが、一系統ではなく、 遺伝的生態的な地理的変異がある。1993年に日本が締結した生物多様性条約第2条には生物多様性の定義として種内多様性も明記されている。この国際条約に基づいて制定された日本の生物多様性基本法第2条も同様である。このように種より海の分類群の多様性も保護されるべきであることは 世界共通の認識となりつつあり、生物多様性の保全の観点からは、在来、現時ボタルと異なった系統のホタルの移入は避けられるべきである。全国ホタル研究会では安易なホタル移入を制限するために、ホタル移入に関する指針を定めている。2008年に全国ホタル研究会に寄せられた全国各地の現時ボタル発生状況を見ると、1位は、 長野県辰野町松尾郷で16,020匹、2位は山口市で1,155匹となっており、松尾郷は国内最大のゲンジボタル初記事である。しかしながら、松尾郷のゲンジボタルは近畿地方から人為的に移入された外来種であることが判明しており、本来生息していた在来種とは発酵周期も分子系統も異なっている。ゲンジボタル移入に関しては、 その影響を研究することも大事だが、まず安易な放流を中止することが求められており、文部科学省や環境省が原児ボタル移入の問題点を一般に周知させるべきだという意見も出されている。一部地域では原児ボタル移入の問題点を指摘された後、移入、原児ボタルを排除し、本来生息していたのと同じ系統の原児ボタルを増やそうという試みも始まっている。 ありがとうございます。